はい、おはようございます。なんだかんだ言って今日はもう金曜日なので、しおんくんの譲渡会の2日前になりますよ。お正月気分だったのでちょっとのんびりしてましたが、そんな状況です。あんずちゃんは、ある程度青いママだったら撫でられるっていう感覚はあるんですが、今新しいケージになってこうポジションが取りにくいと。ご飯の時はちょっと撫でることはできるんですけどね、ご飯の時以外に撫でられないとまだ外には出られないと。それからチャコちゃん、どうしてって思って出てこない。チャコちゃんは、かなりいいです。目があってもシャアがなくなりましたね。ここが開いているせいですかね。ということで、この横に関しては、シオン君とアンズちゃんがいたずらをしてですね、このベッドを引っ張り出そうとするので、ここだけちょっと置いときます。この1階の前面ですね、ここは開けてもいいかなという感じなので、ひとまず人間との距離をぐっと詰めるために、前面は開放しようという感じになります。さあ、じゃあ朝ごはんの時間の前に運動の前に、ジャン君ポンちゃんのなでなでというところからスタートしますよ。あ、その前にこれを開けようね。ちょっと待ってね。
ちゃんくもいで。はい、どうぞ。おちゃん、
まきたね。あれ、ポンちゃん目どうした？なんかやっちゃった？目に出てるね。じゃあ傷ついちゃったかな。はいはい、じゃあこっち見てみ。ポンちゃん、大丈夫かな。出てるってことは大丈夫かな。じゃん、目は開いてるね。目やにだけなんだね。噛むな。